でね、うん、ただこの、やっぱり、オリジナリティって欲しいじゃないですか。はい。オリジナリティが欲しいっていうのと、うん、先ほど、表を見てもらったときに、はい、足の裏の、はい、この体重の、うん、なんて言うの、重心で、うん、体壁が分かるってやったじゃないですか。はい、うんうん、で、これが結びつくか分からないんですけど、うん、皆さん、フォースタンス理論ってご存知でしょうか？はい、フォースタンス理論というのは、立つ、歩く、座る、日常のすべての動きに4つのタイプがありますと、うん。で、その4つの裏のタイプで、体の内側に、ごめんなさい、これ今見てくださいね。足の裏が乗っていて、はい、A1、A2、B1、B2 っていうのがあるんですけど、この足の裏で、例えばこの体の内側の筋肉を主に使うのかとか、はい、外側を意識して使うのかとか、うん、前重心なのか、後ろ重心なのかとか、この、ひねる動きとか、この上下の動きとかが強いとかで、体の使い方が違うんです。で、例えば、この、ダルビッシュが A の1ですと、うん、でもタイガー・ウッズは A の2ですとか、うん、でマイク・タイソンは B の1ですとか、うん、マラドーナは B の2ですとか、うん、っていうので、そのプロの選手でも体の使い方が違うんですと、うん、っていうのがあって、うん、その体壁と結びつかないかもしれないんですけど、うん、この自分の足の裏のどこを使ってるかっていうのが、うんうんうん、体壁にちょっとリンクしないかもしれないんですけど、うん、全く別のものです。別のものですが、この足の裏のどこっていう、これも一種の体の癖だな、うんうん、力の使い方とかだったなっていうので、先にこれを測ると、うん、あ、要は実践例がたくさん載ってたんですよ、はいはいはい。こうやってやると A の1ですよ。うん、この時にこうなると B の1、うん、2ですよ、みたいなのがたくさん載っていたので、ちょっと先にこれをやってみて、うん、はい、皆さんがその足の裏のどこをっていうのをやりませんかっていうのを思ってます、はいはい。うん。これは別にそういう性格、タイプの話ではない。タイプの話ではないです。うん、ただこれは、うん、体の使い方の話。体の使い方の話ですね。うん、要はこの、ジュースを飲むにしても、稼働の仕方が違いますよねっていう。肘を動かして飲んだ方が飲みやすいのか、うん、手首なのか、とかで、要は、パンチも、こうやって上下で、上下の動きでドーンってやるのか、ひねるような形でパンチを打った方が強いのか、みたいなのが、いろいろあるらしいんですね、うんうん。ただ今これ悩んでるのが、はい、勝手に混ぜていいか。あと皆さんがこの、フォースタンスバイブルを、うん、フォースタンス理論を知り、どう思いますか？ここはちょっと悩んでるところで、はい、というのはこの、なんで自分がこれに興味を持ったかというと、うん、要はその、野球漫画で、はい、要は、十何人いるわけじゃないですか。うん、要は、同じ練習とか、うん、要は、コーチ一人の、お前そこが違うぞっていうのを、体の癖が違うのに、要は、早く走る走り方も、その、どこの軸かによって、違う。っていうので、その強くなるために、これを取り入れてる野球部が、漫画で出てきたんですね。では、そんなのがあるんやと思ってこの本買ったんですけど、まず一旦、はい、そのフォースタンスバイブルを、うん、フォースタンス理論でやってみて、うん、ちょっと自分の重心とかがどうだ、はい、要は体の動き方の癖がどうだっていうのを、うん、測ってみようと思ってます、うん。なので今日はこの壁をバックにしております。うん、はい。はい、体壁とは全く別です。全く別。だけどまあ参考になればです、ね。なればと思ってます。うん、ではこれも結局は、列種理論っていうのがあるみたいで、うん、結局は
どう自分の体を安全に動かすか。っていうので、脳と体のやりとり、静止動作中の身体の安定、で、安定した身体の上に乗った脳みそ。ってやることで脳が安定する。そうすると、ストレスから解放されて、脳がもっと有効に使える。で、脳がもっと有効に使えるから、体がもっと動く。みたいな。体が先。体が先、うん、っていうのでちょっと実際に測ってみましょう。例えばかかと側だったら体壁のここだよねみたいなのも したいのが最終的につながると発見になるかなと思ったんです、うんうん、体壁はかかととつま先ですよね、はい、と右と左あの交互もあのクロスもありますクロスもあるけど、はいまあ、要は分類としては前と後ろ と、そうですね、右と左と前を2つに分けてます、うん、後ろは1個なんで3つに分けた感じです、うん、体壁は、うん、それをなんでまあ6つですね体壁はどっちかっていうと、うん、まずはじゃあ先にフォースタンスから、うん、と思ってるんですけど、うんはい、まず一番初めのテストとしては、うん、A か B かを測ってみましょうと、はい、A か B かっていうと、うん、前か後ろかですね、うんはいはい、でこれの測り方としては、うんじゃあ体調立ってもらっていいですか、はい壁に向かって立ち両足の指先を壁につける壁に向かって立ってもらって両足を指先を壁につけて体をまっすぐ伸ばして足を引いて鼻先も壁につけますとで鼻もつけるこの状態から太ももが床から45度ほどになるまでゆっくりしゃがむやってもらいましたじゃあ次周り右してもらって壁を背にして立ちかかとを壁につけますはいで体をまっすぐ伸ばし、骨盤仙骨も背中の肩下の骨も壁につける。いや、ビタッとつける感じですね。で、かかともつける。全部つけて、それで45度ほど、太ももが45度になるまでしゃがむ。どっちがやりやすいか。はい。これ皆さん、ぜひ一回やってみてもらってもいいでしょうか。はい。壁側でしゃがむっていう動作を、うん、要は鼻先を壁につけてしゃがむのがやりやすいか、うん回れ右をしてもらってかかともつけてしゃがんでもらう、はい、で僕もこれをやると体調と一緒なんですよ、うん、皆さんいかがでしょうかこれでわかるのが、はいつま先を前に当てて、しゃがみやすいのが A。はい。かかとをつけてしゃがみやすいのが B。うん。うん、後ろ側。後ろ側、うん。で、僕は B だったんです。はい。で、体調も B でした。うん、A の人っているんですかね。で、あと、この本には他にその、手を握って腕を曲げるとか、これ、パートナーがいるんですね。ああ。なので、ちょっと今日は、はい、なんか一人でできるやつを元にやってるので、うん、もし詳しく知りたいなっていう人は、はい、ぜひこのフォースタンス理論バイブルっていうのを買っていただくと、はい、それがわかるかなと思います、うん、となんかこの膝で立ってこの人の指を腕を引っ張るときに、うん、このこっからがいいのかこっからがいいのかっていうのが位置の違いでまたあるらしいんですね、うんうんうん、あとはこのA か B かを測る試験としては、はい、一人でできるものとしては、うん、仰向けに寝て膝を抱え込むときに、うん、仰向けに寝て膝を抱え込むときに、うん、ここを持って、うん、いや本当は 寝るんですけどね、はい、寝たときにここを持って胸に近づけるのが膝の前を持って胸に近づけるのがやりやすいか、うん、膝の裏を持って
やった方がやりやすいか、うん、で、これ僕あんまりピンとこなかったんですけど、はいはい、今これで裏だと B、うん、先だと A っていうのがあって、はい、ここを持ってやったことがねえぞと思って、そう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 、違和感ありますよね。はい、違和感あるので、ちょっとこれはね、ピンとこなかったんですよね。なんでまあ、一番初めにやったやつがちょっと分かりやすいかなと思いました。はい、うん、ちなみにまた、A と B の測り方で、うん、ペットボトルを水で飲むっていうのがあって、ま、うん、っすぐに立ち、うん、片手でペットボトルを握り、うん、握った手の肘を逆の手で押さえる。肘。はい。これ僕飲みますね。で、その肘を押さえたまま、肘を動かさないように手首を柔軟に動かして水を飲む。なんで、こうやって持って手首を動かして飲むのか、ペットボトルを握り、握った手の手首を逆の手で覆うようにして持ち、そのまま手首を動かさないように肘を柔軟に動かして飲む。肘。ん？ん？ちょっとわかりにくいですね。はい。わかりにくいです。ごめんなさい。ペットボトルの方がいいのかな？かもしれないですね。はい。だと、体が動いちゃうんですよね。そう。こうやってやったときに、肘というよりは、肩。これね、あまり、他のところは動かさないでって出るので。はい。あ、なんかペットボトルの方がいいのかもしれない。あのね、今ね。コップだともう、そのままこぼれちゃう。B が、かかと。かかとが多くて、うん、A がいないっていうちょっと不安はあるんですけどね。はいはいはい。実際に、あの、鼻と肘、鼻とかをつけて、しゃがめる人がいるのかっていう。うんうん、でもまあ、ここはちょっと、例えば、また A と B の測り方で、はい、ボール潰しっていうのがあって、はい、例えばボールを潰すときに、うん、指の付け根でギューって潰すのか、うん、手のひらの付け根でギューってやる。うん、ああ。僕ならこうですからね。指の付け根でギュッて潰した方がやりやすいか。あ、下ですね。下。うん。僕もこれ下なんですよ。うんうん、これは B。うん。指の付け根でギュッて潰すのが A。うん。この手のひらの下でギュッてやるのが B。うんうん、っていうのがわかりますと。